皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが10月10日に配信した火曜日恒例の予言の4回目をご紹介します。2023年10月10日の予言。私のチャネリング予言で世界を巻き込む爆発的な事件が起こるとスピリットが語っており、これは何かしら汚い爆発のように思えました。今はアメリカだけでなくフランスもカナダもドイツも国境を開放し、悪人たちを招き入れています。特にキリスト教国が狙われており、外部から人を呼び込んでキリスト教を破壊しようとしています。これもすべてグローバリストたちの計画なのです。そうやって新たな世界宗教を推し進めているのです。たった一つの宗教しかなければ議論も争いも起こりません。それが彼らの考え方で反キリスト教の動きとなります。時は遡って2月になりますが、軍艦が海岸沿いに並んでミサイルを発射し、海岸を攻撃するのが見えたとお伝えしました。それは軍艦のみならず潜水艦からも攻撃するのです。ロシアとウクライナの戦争がまだ続いている中で、イスラエルも戦闘状態になりました。そして今アメリカはイスラエルに向けて空母打撃群を派遣しました。もしかしたらこのことを予言していたのかもしれません。以前国会での戦闘のビジョンについてお話ししましたし、またシナ海における軍事衝突についてお伝えしました。そして現在中国は台湾侵攻に向けた準備を着実に進めています。8月初旬に配信した1回目のチャネリング予言を見ていただければわかりますが、その中で早朝の日の出の時間に軍隊が海岸沿いに集結し、侵攻を始めるビジョンが見えました。これは台湾侵攻の予言だと思いますが、それ以外でも様々な侵略行為がなされるでしょう。アメリカにおいて何かしら恐ろしい出来事が起こることを感じています。不幸な事態が次々に発生しますが、幸運なことに政権の転覆も起こるでしょう。人々は今の状況に対しすでに我慢の限界に達しています。次々に繰り出される嘘に対し人々が行動を起こすのです。JB は権力の座を追われることになり、同様の出来事を世界中で目撃することになるでしょう。本当に一大事が起こるというのは2つの日食と月食がこの月にあるのを見てもわかるかと思います。あと数日でリングオブファイアーである金環日食が発生します。以前の予言で空港について、また飛行機が撃墜されるお話をしましたが、これらのビジョンがまた頭に浮かんでいます。これらの事態は過激派によって引き起こされるでしょう。中東の過激派組織は今度は飛行機と空港を狙います。さらにスピリットはイランへの侵攻について予告しており、それはイスラエルとアメリカの連合軍により計画されていますが、この予言が的中しないことを切に祈ります。さもないとロシアと中国がそこに関与してきて世界的な対立を引き起こしてしまいます。もうすでに聖書で予言された世界的な対立の端緒を見ていますが、なぜか中東やヨーロッパの空港がとても頭に浮かびます。どうか皆様、起きてほしくないことに注目せずに希望にあふれた未来に注目してください。エジプトにとても引きつけられており、ここ最近の予言でもエジプトについて頻繁に取り上げてきました。特にエジプトのカイロについては先週のチャネリング予言でもお伝えしました。それを差し置いてもカイロには多くの警告すべき事態が起こる可能性があり、巨大地震や政権転覆や民衆の蜂起など、今イスラエルで起きていることを見ればこれらの予言が近々的中してしまってもおかしくはありません。バイデンがエジプトを支援すると言ったところ、大声でノーを突きつけられました。この事実も予言を裏付けるお話で、トルコを襲ったと言われている地震発生装置がカイロで起動されるかもしれません。エジプトがアメリカからの提案を拒否した直後に、大地震に襲われることすら考えられます。
ただしスピリットは母なる地球は邪悪な連中が隠れている場所を狙うと言い続けており、私は前々からトルコに邪悪な反キリストの動きがあると警告し続けてきました。そのような闇の軍隊がおそらく何十年にもわたり形成されてきたと思います。タリバンもイスラム国も全ては一つのグループであり、ただ新しい名前を与えられていたに過ぎないのです。以前からの予言を見れば多分このような事態は起きてしまうのでしょう。武器を持ち上げて勝利を祝い、トヨタのトラックに武器を満載したビジョンについてお伝えしましたが、その武器は実はアメリカから来ているのです。この意味がわかりますか？それもまた新たな疑問であり、それらの武器をハマスが使いイスラエルを攻撃したのです。これらの武器はもともとウクライナへ援助されたものなのに、なぜかハマスに渡っていると主張する人もいます。スピリットによればこれらの武器は一旦アフリカに移送され売買されているそうです。一体政府が援助という名目で支出した資金はどこへ行っているのでしょうか。そのことにもっと敏感になるべきです。皆様騙されてはなりません。イスラエルの事件も人々を騙すために利用されるでしょう。ゴキブリすら探知するはずの国境警備がなぜか簡単に破られてしまったのです。前々からお伝えしている通り、これらの事実の断片をパズルのように組み合わせれば見えてくるものがあるのです。では次に何が起こるのでしょうか。イスラエルで何か大事件が起こるのではないかというコメントをくださる方もいますが、私のチャネリングから得た予感は違っており、地球上で異なる都市が同時に攻撃される感じがします。どうか光を抱いてそのような事態にならないよう祈りましょう。スピリットによれば地下鉄で一大事が発生するそうで、今年の年初にニューヨークの地下鉄から煙が上がるとお伝えし、そこから人々が逃げ出しているビジョンや地下鉄で起こる爆発についてもお話ししました。ただそれがニューヨークであるという確証はなく、なぜか中国も頭に浮かんでおり、中国で発生するというよりは、中国がその事態に関係していると見るべきでしょう。このビジョンは今頭に浮かんだものです。地下鉄施設が爆破されるのが見え、場所はヨーロッパのように感じられます。まだどこなのかまでは定かではありません。以前にもニューヨークに軍隊が駐留して街全体を検問するビジョンについてお話ししましたが、2001年に起きたことを思い出せばそのような事態もあり得るでしょう。人々の覚醒は続いており、日食がその動きを加速します。光が闇を照らし、闇にまみれていた真実を炙り出して正義を掲げるのです。そして私たちはあらゆる狂気に対して抵抗する次なる段階へと進みます。以前にも秋に大規模な抗議行動が起こると予言しましたが、実際に次から次へとそのような事態は発生しています。10月5日にはアメリカの大手医療保険であるカイザーパーマネンテで7万5千もの職員がストライキに入りました。これが医療システムに大打撃を与えています。いかがでしょうか？今年のジョセフさんの予言では同じようなことを繰り返し伝えていたのですが、ここに来てその予言たちが現実になってきました。8月のチャネリング予言は概要欄に貼っておきます。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。